行進曲は、1959年に、ダンイクマによって作曲された、行進曲。1959年、当時皇太子であった、秋人新能及び正田道子の成婚を祝して、作曲された。皇太子、秋人新能の成婚日本の作曲家、ダンイクマが、1959年に、皇太子の成婚を祝して作曲した、行進曲である。 楽曲は吹奏楽編成で書かれている。同年4月10日の結婚の儀の一連の式、終了後に行われた罰者による祝賀五列の儀の際に演奏されたと思われることが多いが、実際には当時の音楽隊の技術的問題で演奏されていない。戦後日本を代表する行進曲であり、海外の軍楽隊等が日本において演奏会を行う場合には、瀬戸口陶吉の 軍艦更新曲とともに必ずと言って良いほど演奏される。現在は入学式や体育祭、卒業式などに使われることが多い。また、テレビで皇太子、秋人夫妻の成婚パレードが映る際にもよく BGM として流れる。1964年の東京オリンピック及び1984年のロサンゼルスオリンピックの開会式。 1990年の即位の礼、1992年の天皇訪中の際、中国側の歓迎として、晩餐会で2005年の黒田義樹とノリノミヤ清子内新郎との結婚式で演奏された。2009年12月13日、アマチュアオーケストラである学習院 OB 歓迎楽団主催の第125代天皇、秋人即位20年と天皇、 皇后の結婚50年記念演奏会では、皇太子、なる人新郎が、ビオラの主席奏者として参加し、天皇、皇后、皇太子妃が、客席から鑑賞した。ピック、にフロリダ、オブ、ECL、3BCL、ASX、TSX、BSX、BSN、3TRP、4HR、3TRB、バー、ユフ、ベース、SD、 S pd, s ム i m 楽ありがとうございます。